愛くなりたいと願う女子高生たちの魔法のツールともいえるプリントシール、プリクラとして代名詞になったプリントクラブが1996年に誕生し、で、今年で22年が経つが、今でも女子高、生たちは遊んだら絶対取ると口を揃える。その魅力は何と言っても盛り、れること。しかし、年々進化し続けるスマホのカメラアプリならただで盛れるところを、なぜお金をかけてプリを取るのだろうか。理由について渋谷の女子高生たちは、アプリでは盛れないけどプリなら盛れる、スノーとかだと目がでかくなったり顎が小さくなったりして元の顔の原型がない、プリだと目がちょっとだけ大きくなったりなちゆらるに盛れると説明する。プリ機の持つ美白効果、涙袋などを後から修正できる、目の色の濃さが調整できるといった加工機能が、より彼女たちの理想の写真に近づけてくれるようだ。シェア 80% 以上を誇るフルー株式会社の担当者が、 JK 人気ナンバーワンと胸を張る、プリ機がこれかわだ。キャッチコピーは、これ以上可愛くなってもいいですか。丸目、垂れ目、ね、米など一見わかりにくいが、女子高生たちが好みのアイラインになるようか、こうできる繊細な盛り機能が搭載されている。ある女子高生は、何回もプリクラを撮っている人は自分に合った目をは買っている、私はこれみたいなと話す。最近は機種によって細かい盛り機能が搭載されており、女子高生たちは数多くの機種の中から自分の顔に合ったものを選んでいるようだ。22日放送の A ビマトブアベマプライムに出演した東京大学特任研究員の久保とも講師は、女性の盛り文化を数値化することによって未来の技術革新に生かす研究を行っている。久保氏は、プリ機のバリエーションについて、全く新しい機種がたくさん出るが、それぞれ世界観が違っていろんなツールが用意されている、選んだ機種に合わせて自分がどんな顔をするかという奥深い世界があって、彼女たちのものづくりの欲を満たすというところがあると話す。プリの盛り方には時代ごとにトレンドがあり、1997年2007年は美肌ツヤ髪に、7年から2011年はデカめに、11年はナチュラル盛り、そして2014年は理想の自分だと言う。久保氏によると、盛りということ葉が使われるようになったのは2002年頃だそうだが、古来日本には実際とは違う顔を作るという文化があり、浮世絵の美人画がどれも似通っているのも実際に濃い化粧をしてからなのだという。盛るというのは女の子たちのビジュアルコミュニケーション、特に男性はモテたいから美しくなりたいからと思っている人が多いが、それはほとんどない。女の子たちになぜ盛るのか聞いていくと、自分らしくあるた目とか個性だという答えが出てくる。みんな似た顔を目指しているようにも思えるが、コミュニティの中で共有されているトレンドを踏まえた上で個性を出していくんだということを言う。集団の個性と個人の個性の2段階になっているようだ。渋谷の女子高生に話を聞くと、撮ったプリをスマホで撮影、インスタグラムにアップするのだという。つまり、日記のように誰と何をしたのかを友達と共有しているのだ。それは、可愛いアピールをしたいわけではなく、自撮りも厳禁なのだという。プリは、たどりに入るといい。みんな撮れるものだから嫌味がない。自撮りは、芸能人気撮り。他撮りと自撮りは、結構差があると女子高生たちは説明する。久保氏は、盛るということは恥ずかしさと表裏一体。ナルシストと思われたくないという思いがとにかくあって、そのリスクヘッジをしなくてはならず、そこでプリだからとか他の人がつまみだからといった言い訳が必要と、
雑な心理を代弁していた。アベム、ATV、アベマプライムより放送済み、アベマプライムの映像は期間限定で無料視聴が可能。A、ビマトブ、アベマ TV 無料で楽しめるインターネットテレビ局アブ、E マトブ、アベマ TV は最新ニュースやオリジナル番組をはじめ、アニメやドラマ、音楽、スポーツなど多彩な番組が楽しめる約20チャンネルをすべて無料で提供しています。PC、スマホ、タブレット、テレビでお楽しみいただけま。